大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。練習試合引いたんで練習試合をやっていきましょう。一つの一つのねやっぱ試合をね見ていくって結構楽しかったりしますからね。でその後のプロ野球選手もちょっと1回2回踏みたいなというところまでいきましょうかね。はい、たまにピーピー音すんのはね、寒いんでファンヒーターつけてますファンヒーターの音でございます。今3時間延長したところです。結構喋ってますからね僕ね、ひたすらあーしまった、誰も知らない平山君にやってしまった。まあいっか、やっぱ、ね、知ってる選手をこうね応援するっていう意味を込めてね使っていきたいと思いますけど、平山君頑張れー、なんか分からんけど頑張れー。足が速い、足が速い、もう転がせ転がせ、なんか起きるだろう、転がしたらな。バットに当ててくれることが大事。当たらねー、当たったー、よし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 、オッケーオッケー、1点取った。守備守備、堀尾くん頑張れー、よいしょ、うわーセンター前、うわ抜けた、大丈夫大丈夫、バックホーム、点取られた点取られた。ジンボっていう名前をよく見るねこのゲームでね、好きなのかね開発者。よしよしよし、臭いとこひたすら投げてても見ねえからね、危ねえ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 。次ということはもう内角か外角かやし、内角、よし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 、ベーコンさんナイス、ギリギリやった、打てる打てる、大丈夫大丈夫、引っ張り引っ張り、やっぱ脳筋といえば引っ張りですよ。ふん、あれふん、よっ、ほら落とさない、いい顔してんな。ワンアウト1・2塁、この選手もあれか、こう公式戦じゃないと燃えない選手か。あー入った、代打3だ、やば、ちょっと待って待って待って、手田くんになってる、堀尾くんフルボッコやったんや。練習試合とはいえねやっぱねこう適当にしちゃダメだからね君たち、頑張ってよ、耐える、よし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 、まあ俺も応援してないけど、おいおいって言わない俺も悪いんだけど、だって連打してたらカチャカチャ入っちゃうもん。ちょっと待ってちょっと待って臭いとこ投げすぎやね、全然引っ掛けてくれんや、あー抜けた。まあまあまあ5点ぐらいやったらすぐひっくり返せるから多分多分オッケー、ウエーイ、取れる取れる、よし行きますよ行きますよ、なしかなしか、引っ張り、ふん、せい、お伸びるんちゃうか、入ったー、おーしよしよし、まず1点から、まず1点から来るよ、流れ来るよ、ツーアウトランナー1塁、猫丸さん大丈夫大丈夫大丈夫、お祭り男、全員が続く続く続く、引っ張り、惜しい、もう一球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 、待ってここは次入れてくるはずや、エンドラン落ちる、おーしたフェアフェアフェア、ほらねああいうフェアって分からんよね、なんでああいう風にフェアになるんだろう、あそこでフェアになる、ケンさんかな、よーしちょっと調子悪いね、あの時めっちゃ打ったのに4安打だけど間違えたー、セーフー、おお間違えたー、よう走ったね、あの状況から走ってくれるとでかいよ、よしケンさんそれに鍛えるんだ、期待に応えるんだ、あれー、クリュこれねあれですよ、代打俺してる、俺いないのに勝手に代打俺してる、よし柳田に頑張れ、とりあえずライン、ルインでルイン出ろルイン出ろ、おお走れ、あーフライやった普通にフライやった、転がせ、足が速くなってくれればね内野安打ポンポン稼げるから、よし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 、おーりゃー、やっぱ右打者ってなかなかヒット出にくいな、強心臓、引っ張り、ホームラン打ってくれたからね、さっきね調子いいはずや、ホームランホームラン、おおまさか、おし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 
ダイソー、違う、ダイソー金沢さん、ほい、滝さん、秋男、引っ張り、お祭り男、秋だし、秋足お祭り足、おお、初球から、かっこいいね、かっこいい、そういう積極性、マジ大事。エントラン、出たー、出たー、球に当たらん、もうバット振ってけっていうね、状況はしないといけないんだけどね、しょうがない、あー、プロ選手いなくなってる、負けたからね。しゃーない。下下、まあ、下でも結構ね、青が多いから大丈夫でしょう、まあ、ちょこちょこと見ながら、あの黄色マスまで進んで今日は終わろうかな。特に何もないけどね、何もないんだけど、動画の尺的なものがありますからね尺を考えないかんからね、次どこまで飛ばそうかなみたいな感じを考えてますけど、まあ、動画の内容としては負けちゃったっていうことしかないんだけど、サムネ何しようかなみたいな。10月秋の大会前まで行ければいいんだけどね、本当はね。第二変化球も覚えさせようとしてるんですよね。スライダーから多分高速スライダーかなんか覚えてくれんかなと期待をしながらね、制球も上げていきながら、スタミナも本当は上げないといけないんだろうけどね。寺田くんもまあ全然上がってくれんカットボールしか投げてないような状況、守備が上がらんな。まあまあちょこっとしかやっとらんしな。パワーだけはどんどん上がっていってる。でも代打しかするつもりないからね。はい、ということでこれでいきましょう。なんかいいやつ覚えろ。どんどん上がれ、ゴーグル上がれ、突然なんかうわーっていうくらい上がれ、テンション上がれ希望的観測を言いすぎるっていう。まあでもだいぶ上がったね。効率よく練習ができましたと。スライダー1個増えた。変化球かな、カットボール、変化球じゃなかった、性格変えるか、変えましょう。誰だ、打ち気になるか、どっちかやな。うん、ごく普通がすごい上がりやすいらしいんだけど、やっぱね、カード的なもの考えたらね、はい、お調子者、足速い、いや、熱血はやんちゃ、なるほど、やんちゃ熱血いいよ、やんちゃが足が速いんか、あれ分からんくなった。疲れを取る。うわー、グランドレベルなぜか下がった、休んだだけなのに。ということで、10月10日体育祭まで来ましたけど、特になんかね、なかったんで、次の秋の大会ぐらいまで飛ばしますかね。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。